阪神競馬場。改修工事後に設けられた外回りコースは東京競馬場のホームストレートよりも長く、最後の直線には200メートルで 1.9 メートル上る急坂が待ち受けるタフなコースである。はい、皆さんこんにちは。今日は阪神競馬場の芝コースで回収率 100% の芝棒を買い続けたら勝てる説やってきます。買い方なんですけども、6月25日の阪神競馬場の芝コースで検証します。馬券の種類は馬連とワイドのボックスで勝負したいと思います。今週で阪神競馬場が終わってしまって、来週から小倉競馬場なんですけど、動画の最後に小倉競馬場で穴を取る秘訣などの話もしてきますので、最後まで動画をご覧ください。それでは6月25日の阪神競馬場で検証スタートです。阪神1レースは芝の 1600m。 このレースに出走する回収率 100% 芝馬はビクトワールピサ、ロードカナロア、マジェスティックウォリアーの3頭です。該当馬は1番、2番、6番の3頭。馬券もこの1、2、6番のボックスで勝負です。レースは6番が逃げて2番が4番手、1番は後ろから2番目のポジションで最後の直線です。3頭ともこれなかなかいいポジションなんじゃないの。これ1番の前が詰まるから、大丈夫そうかな、外出せ。いや、2番が外出せ、外出せ。ああ、内がダメなんだ、阪神。外出せ、2番外出せ。1、2、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 
残念だね。いやー今日はこれまた厳しい戦いになりそうですぞ。阪神4レースは芝の 2000m、 ドラメンテ、キタサンブラック、ノベリストの3頭が回収率 100% を超えています。該当馬は2番、4番、8番、12番の4頭、馬連ワイド6点ずつの計12点で勝負です。8番が逃げて2番がまくるような形で先頭に並べかけます。4番12番は後方のポジションで最後の直線を迎えます。よし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 、これ2番は大丈夫だろう。8番残せよ、8番残してくれ。あーちょっと厳しいか。いやー後ろは12番と4番は来てない、来てないか。いやー厳しいか。おー4来た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 、4させ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 、よし大丈夫だよね、刺したよね。どっちだ、どっちでしょう。ワイド8000台はすごい嬉しいんですけど、勝った1番の馬は金亀3区で単勝負傷回収率ともに 90% 超えてるんですよね。いやー買い目に入れてればワイド万馬券だったのにな。阪神5レースは芝の 1400m の新馬戦、イスラボニータ、アメリカンペイトリオット、モーリス、ビッグアーサーの4頭が回収率 100% を超えています。該当馬は3番、7番、8番、10番の4頭、お財布にも精神的にもちょうどいい12点勝負です。7番、8番、10番が先端を形成して、3番は中段の位置から徐々にポジションを上げて最後の直線です。いやー、3の前が詰まっていそうだけど大丈夫か。よし、伸びろ、3伸びろ、7、3、7もそのままで、3、7、3、7、3来い、3させ、3させ、3させ、3、3、3、3、3来い、3来い、させ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 、よしよしよし、よっしゃ、これ生まれてきた。よっしゃ、でかい。よっと。こっちの方が払い戻し金は少ないですけど、気持ちいい的中です。阪神の6レースは芝の 1800m の未勝利戦、絆ドゥラメンテの2頭が 100% を超えています。該当馬は1番、4番、9番の3頭、お財布には優しいですけど外れるリスクと戦わなきゃいけない6点勝負。9番が2番手をキープ、黒い帽子、車台の勝負服の4番は中段の内目、1番は後方のポジションで最後の直線です。コーナ
番からはもうダメだな、もう4番の前開いてくれ、4番の前開け、開けダメか、3番開いてくれ、3番開いてくれ4番は全然人気でした。はい、でも3000のプライムとしてはでかいです。8レースのプラスになるシボバは絆、ディープブリアンテ、モーリス、北三ブラック、ブラックタイド、フラメンテの6頭。該当馬は1番、6番、7番、9番、11番、14番、18番の7頭です。財布にもメンタル的にも厳しい42連勝負です。レースは11番が逃げて4番手の位置に6番、中段から1番7番がつけて、9番、14番、18番は後方からの競馬で最後の直線です。さらに11時間残る形だったらでかいの当たりそう。1と6飛んでこい、1と6来い、16来い、16来い、11は大丈夫、11は大丈夫だな、1、1、6、1、6、6、6、6、6でもいい、1でもいい、6残せ、よし、これマジでかい、これ何パケンじゃねえのこれ、やった。いやまあ奈良とボックスだからあんま偉そうなこと言えないですけど、やっぱり万馬券嬉しいです。回収率 100% 超えのシボバはオルフェーブル、キズナ、名勝ボーラー、ワールドエース、モーリス、ダノンシャンティの6頭。回答馬は1番、5番、9番、11番、12番、14番の6頭です。馬券は外したくない30点買いです。コースアートから1番が花を切る形、9番、12番は先端の一角で、14番は中段からの位置、5番、11番は後方からの競馬で最後の直線です。よし、そのまま3頭で決まれ、残してくれ、ああちょっと1番厳しいか、92、もうそのまま、もう他の来るな、ああ来たけど、残して、お願い、9残して、ああ刺されたっぽい、これは刺されたかな。お疲れ様です。本日の成績なんですけども、2万円近い利益と回収率 280% を記録できたので、阪神の芝コースで回収率 100% のシボバを買い続けたら勝てる説、説立証でございます。はい、ありがとうございます。この後なんですけど、僕らの穴馬券を取る方法をやっていきたいと思いますので、最後までご視聴お願いします。では小倉 1200m で穴を取る方法を解説していきます。小倉の芝の 1200m はスタートしてからずっと下り坂が続くのでハイペースになりやすいです。なので差し追い込み方が穴を開けやすいです。でですね、開幕週は逃げ馬が過剰人気する上に、もうその騎手も前にいた方が有利っていう心理が働くのか、もう異常なハイペースが見られたりとかするんですよね。でそこで美味しい人気その差し追い込み馬が決まって万馬券とかというケースが増えます。ですね、血統的にはスタミナの優れた欧州型とかダート血統が穴を開けやすいです。参考レースとして今年の冬の開催の開幕週の最終レースのレースを載せてるんですけど、これも先行争いが、激化して、結果後方からレースを進めた、欧州型のワンツースリーで決まったレースです。配当もですね、その後方から行く欧州型を買うだけで12万6000円の配当をゲットできるという美味しい馬券術です。雨が降ったら一気に外差し馬場に変わるのが小倉の特徴で、これは去年の冬の開催の2週目なんですけども、3歳の一緒クラスのレースで雨が降ってきてやや重になったレースですね。このレースは外枠の差し追い込み場で決まって、で系統もですね、スタートが得意の馬、やや重が得意の馬、欧州型で決
ったレースなんですけども、配当がですね、それを選ぶだけでなんと3連単600万馬券、3連複は、80万馬券で決着したレースです。外差し馬場になったら外の差し追い込み馬で買えばこんな美味しい馬券取れます。はい、それではまとめです。小倉の芝 1200m は欧州型の差し追い込み馬、雨が降ったら外枠の差し追い込み。補足としてですね、開幕前半でスローペースになって差し損ねたら開催後半では人気が落ちて美味しくなります。そういう馬を狙っていったらいいと思います。ですね、逆にそういうレースで前に行って残った馬は開催後半では危険な人気馬になるので注意が必要です。小倉の芝 1200m で美味しい馬券を取っていい夏にしましょう。まだまだ暑い日が続くので熱中症などに注意してお過ごしください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。